皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはキラキラ企業女子とリピーターがつかない教室の先生の残念な共通点ということについてお話をしたいと思います。ですね、懐かしい、だいぶ昔に流行ったっていうか 2,3 年前ですかね、キラキラ企業女子っていう言葉が多分マスコミが作った言葉なんじゃなかろうかと思うんですけれども、まあいわゆるその SNS が流行り始めた頃ですね、素敵な場所に行っておいしいものを食べて、自撮りコンサルタントっていう方もいらっしゃったぐらいなのでですね、そういったこう素敵なライフスタイルをこう発信し続けることで憧れを喚起して、その人みたいになりたいっていうことの人を募集をし、でその人たちがそのキラキラ企業女子になれるようなコンサルタント養成講座とかに入ってという仕組みが昔ねあったと思うんですけど、今はそれが廃れてきているのはそこには実業がないっていうことに多分皆さんが気づき始めたからだと思うんですけれどもね。要は自撮りを習ったからといって、その素敵なねお茶会に行ったからといって、その養成講座を教える人は儲かるんですけれども、その習った人がじゃあさらにその先のファンをつけてっていうので養成講座を教える、それも何回かぐらい行くかもしれませんけれども、実業ではないんですよね。虚業に近い、だから、株式っていうか何でしょうかね、 FX とか、私ごめんなさい FX そんなにやってなくてあれなんですけれども、数字だけがこう動いてるみたいな雰囲気に近いようなビジネスになっているから、廃れていってるっていうところはあるんですけれども、これっていう部分、キラキラ企業女子っていうのがどういうものかっていう、定義と現状どうなってってるのかっていうことと、あとリピーターがつかない、要は長く通ってくれている生徒さんが少ない先生、ないしは体験会とかだけで終わってしまう、ないしは1回の単発は来るけど2回目以降人が来ないみたいな、そういうタイプ の先生ですね。こちらが共通するマインドというか考え方思考があるなというふうに思ったので、それを今日はテーマにお話をしてみたいと思います。で先ほど言ったキラキラ企業女子っていう言葉はマスコミが作ったにしてもですね、要は何て言うんですかね、自分がそのステージに上がる形でその憧れ感を作り、そしてそれ私みたいになれるわよということで、講座を作っていくっていう、そういうものだったわけなんですけれども、これっていうのはその人が培ったものとか知識とかノウハウとか価値を提供するっていう形よりも、どちらかというとどう言えばいいのかな、煽りとかに近いのかな、その全員が同じようにできるわけじゃないじゃないですか。だからもちろんできちゃう人もいるかもしれないけれども、その先につながるようにこう地に足がついた形で構築されていないっていうのが、キラキラ企業女子と言われる人たちのビジネスモデルではあるんですね。だから儲かるのは一番先にやり始めた人ですね。そういう仕組みを作ろうといって、段階的な、マルチモデルですかね、綺麗じゃない言葉で言うとネズミ講って言葉になっちゃうんですけれども、マルチ商法の多分モデルになってるかなっていうふうに思っているんですよね、そちらに関しては。でその根底になる気持ちのところはどうなのかっていうと、例えば先生になりたい、尊敬されたい、であとはお金が欲しいはね、全然私もお金は稼ぎたいと思ってちゃんとビジネスはやっているんですけれども、その根底の出発点がちょっと違うんですけれどもね、そういったタイプの方たちっていうのは、
自分が楽しくやりたいことのためにお金を稼ぐっていうことが、まあ、根底にあるケースが多いですよね。だから価値提供とかっていうことではなくて、まあその自分が満たされることのためにビジネスを使っているっていう感じ、まあ、ビジネスにもなってないのかもしれないですけれども、それが多いですよね。で、これがまあ、多分私がそう思ってないにしても、私がそう言ってるとかそういう問題じゃなくて、世間的に2、3年経った現状で評価されているキラキラ企業女子の実態っていうのはどういうものなのかっていうのは、まあコメントとか見てもね、おそらく載ってるケースとかが多いと思うんですけれども、私もそのように把握をしています。価値と内容がやっぱ合ってないですよね。一番驚いたのはやっぱ自撮りとか、その SNS で映えるための自撮りを教えるっていうね、その、まあ、アプリと撮り方を教えるんですけど、別にそんなので60万とかないよねっていう感じ。ビジネスの本質じゃないですからね。ビジネスの本質っていうのは、一言で言ってしまうと、その困っている人の問題解決と価値提供っていうのが、ビジネスが回っていく根幹にあるべき課題というか議題になっているはずなので、そのきれいに取れる云々っていうのはツールに近いところと、まあ、手法に近いところなので、まあ、別にね、私も自分で自撮りしますよ するし、うちの生徒さんにも教えますよ、別に。で、そうじゃない人に聞かれたって教えますよ。うん、それは単純に私が自撮りを使い、自分がその、まあ、行ったところとかそういうものをアップしているのは2つ理由があって、1つは単純に接触頻度を増やしたいからっていうことです。私っていう顔を見ていると、何度も見ているとなんとなく親しみが湧いてくるみたいな、その程度ですね。ただそれにおいては、まあ、楽しい人とか面白い人とかいう人柄が伝わったらいいなってっていう部分はあるので、そういう格好とか、ちょっとね、コスプレ的なこととかもやったりするのは、別に自分も楽しいからもちろんやってはいるんですけれども、まあ、実際にそれを見るのが楽しみ、元気になるっていう声も聞いてるからやってるっていう部分も当然あってですね、自分だけの楽しみだけだったら、もしかしたらそんなにやってない可能性はありますね、私の場合には。1つ目は接触頻度を増やして皆さんに認知周知と、親しみを感じてもらえたらいいかな、近い存在っていうことで、まあ、動画をいっぱい撮ってるっていうのももちろんその理由にはなっているんですけれどもね。まあ、それが1つと、まあ、あと単純に、まあ、美味しいものを食べた記録を上げているっていうのは、一生懸命稼げばこんな風になれるわよを言いたいのではなくて。で、美味しかったお店って、ね、みんなもどこ行ったのかなとか、どういうお店なんだろうっていうのを知りたい人が多いから、その中身までね、行ってって確かめることできないじゃないですか。だから単純に食べログの、まあ、もうちょっとこう私が責任を持って発信しているっていうことで信じてもらえる、ね、可能性が高い中で、信憑性の高い情報として発信する。だって本当に惜しかったものしかあげないですからね、私。まあ、ね、まずかったものとかっていうのは、なかなかそのお店の、ね、評判とかっていう、まあ、個人差っていうのもあるんで、そこは逆にあげてないんですけれどもね。美味しかった部分に関しては、こういうとこが美味しかったよっていうこともあるので、写真をあげているのであって、こんな素敵な生活ができるわよっていう自慢のためにあげているわけではなく、単なる情報提供と、みんなのお役立ちになったらいいなっていうことであげている。実際にそういうふうにあげたところで、ここのお店行ってみましたとか、まあ、それが食べ物屋だろうが、テーマパークだろうが、観光地だろうが、まあ、何でもいいんですけど、でもそれを知ったらみんなが楽しいかもしれないなっていうことを、個人のつぶやきレベルであげてるっていう感覚の SNS の使い方が私の場合には多いので、基本その自分がもちろん楽しかったことをシェアはするんですが、
みんなが喜ぶだろうなっていう情報に特化しているっていうことなんですよね、私の場合には。だから教室の先生でもリピーターがつかない先生とかっていう、体験会とかがうまく決まらない、2回目とかが人が入ってこないっていう、そういったタイプの先生っていうのはやっぱり自分の都合が多いなというふうに感じることが多いです。自分の都合が多いっていうのはどういうことかっていうと、要は昔から憧れていたお菓子の先生になりたかったとか、パンの先生になりたかったとか、そのパンの先生になりたかった、そしてこれをこのパンの技術のこれを教えたかったとか、お菓子のこれを教えたかったとか、その自分が満たされるために教室業を使うようなタイプの方に関してはやはり、生徒さんつきにくいですね。なぜならば、ビジネスの基本はもう一度言いますけど、その目の前にいるお客様の問題解決と価値提供が一緒になったもの、これがベースになって組まれるべきなので、自分がなりたかったことの方が優先して回そうとする教室は、そこに合う人を探さないといけないのでなかなか大変です。自分がまず主体になってるから、自分は楽しいし好きなことをやれた方がいいですよ。だから自分の夢を叶えよう、自宅企業みたいな形で、よくこうなんていうのかな、それこそキラキラ女子の感覚とすごく似てるんですけれども、文字が踊るわけですよ。いろんなあなたのね、叶えたかった夢を叶えよう、自宅教室開業みたいな感じで、文章とかね書かれていたりとか、そういう踊る文字を見ると私としてはかなり違和感があって、なんていうのかな、まず その起点でやるのってやっぱビジネスじゃないなっていうふうに個人的に思ってるんですよ。趣味ですね。だって自分が楽しくって自分がやるわけじゃないですか。で、自分が先生になりたくって自分が教えたいものを教えるわけだから、これってさっきの問題解決と価値提供ではないですよね。要は自分が先生になりたいです、だからなりました、自宅教室はそれが楽にできます、以上みたいな、そんな感じですよね。で、じゃあこれをビジネスベースにするとどうしなくてはいけないかっていうと、もちろん自分がやりたいことのやりがいっていうことで先生になる、これは まだいいですよ。まだだって やりたいことの一つの職業で先生なわけじゃないですか。で、私も今コンサルティングをやっているのは、もちろん私がコンサルタントになりたかったからっていうのはあるんですけど、なりたいための前提条件があるんですよ。なりたいための前提条件のビジネスとしての基本の、問題解決と価値提供っていうところは、なぜなりたいと思ったかっていうと、教室の先生が集客に困っているっていう実態を知っていたから、そしてそれを救う人、誰に頼っていいかわからない、だから私みたいなコンサルタントがいたらいいのに、まあ、私がちょっとビジネスの助言しただけなんですけどね。その時に、あ、こういう人たちを救いたい、教室の先生いっぱいいる、いっぱい私知ってるって思ったから、そのために必要なスキルを身につけるべく、まあ、ずっと勉強もし、自分の教室でそれを試して、自分の教室で、失敗と成功と両方あるんですよ。それでデータを貯めていったっていうのが6年間なんですよね。だから実業もやった上で、その先生たちを救おうということで、コンサルティングをやっているっていう形ですね。だからもちろん、その私は人を助けるためにそれをやるっていうのがもともと好きだっていう、要は喜ばれること、ありがとうと感謝されることを仕事にするっていうことは昔からやっていて、でもそれは自分の喜びでもあるっていうことでやっていて、それでまあ、だから職業がいろいろ変えても大丈夫だったのは、その軸が変わってなければ大丈夫っていうことですね。だからコンサルティング業でも、その救う人の対象が変わるとコンサルティングの内容は変わりますけれども、その悩みに直面した人をアイディア
とか手法を伝えることでその人のビジネスが劇的に変わったりとか、そういうののお手伝いをするのが好きだから、今はもちろん教室業をやってますけれども、そうじゃないケースでも自分のスキルが活かせて得意なところがあるのであれば、もうそれをやることだってあるかもしれないっていう、そのどっちを主軸に考えるかなんですよね。要はお客様の問題解決っていうことが主軸になるのであれば、それに沿った講座構築がされればうまくいくですよね。で、私のクライアントさんの事例も、最初私のところにお金が稼ぎたいですっていうことで、来る方いらっしゃるんですけれども、稼ぐことはね全然 OK なんですよ。自分がまず満たされてない人は人を助けることができないから、稼ぐっていうことを目標にするのは全然 OK なんですね。ただその段階で、自分軸が強すぎるとお客様が望む講座を作ることができないので、何が求められているのかっていうことと、どの人の問題を解決してあげられるのかっていう軸に沿った形で講座を構築する場合に、できる技能があって、それが本人がやりたいと思っていることと違うことかもしれないけど、それはすごくニッチな知識とスキルで、それを救ってほしいと思っている人がたくさんいたら、ビジネスとしてどっちを取るかって言ったら、こっちを取るべきなんですよ。そのすごくコアなものなんだけど、このいっぱいの人が救われて、その人たちに喜ばれる、で結果稼げるみたいな、そんな図式があるのであれば、この自分ができる本当にやりたいことはここで一旦稼いだ後にやったっていいっていう順番を変えられるかっていう柔軟性があるかどうかっていうのも一つのきっかけになるんですけど、大抵うまくいってない先生っていうのは、自分の自我と自分のそのあるべき姿、講師業であったりとか、その呼ばれる素敵な先生って呼ばれている自分の方の姿に固執をするがために、このビジネスをどう構築するかって、こちらの方にあまりこう、なんていうのかな、研究をしたりリサーチをしたりっていうことができない方が多いなと思ってます。だからうまくいってる私のクライアントさんはみんな割と柔軟にね考えられます。一緒にもちろんビジネスは構築していくんですが、ここの領域でじゃあ勝負してみようかっていうのが、若干本人が本当にやりたいものと結構ずれてる場合が多いんですよ。でもそれは多分世の中的にはそちらの方が求められていて、そして人が多いとなったら、やっぱりそっちをやっていくのがビジネスとしては基本になっていく。だから趣味化でいくのかビジネスで捉えるのかっていうことで考え方が変わってくるんですけれども、自分主軸で夢を叶える、だから夢を叶える自宅企業とかっていうのは、もちろんありなんですけれども、その夢の叶え方ですよね。自分が叶えたい夢のためにクライアントさんを集客するのか、そのクライアントさんの夢を叶えるために自分のスキルを使ってビジネスをやっていくのかっていう、この起点が違うと、うまくいかないんですよね。だからそのリピートがつかない先生っていうのは、キラキラ企業女子の感覚ととてもよく似ているなというふうに思うし、本当にちゃんとビジネスとして回す上ではですね、泥臭いことも結構いっぱいやんないとダメなんですよ。地道に、ね、ブログを書いてみるとか、地道に決めたルーティンをこなすとか、それがなんかこうキラキラしてる面だけ見えちゃうと、実感として湧かないケースが結構多いんですよね。で、案外簡単にできちゃうような気がしているけれども、私が知ってる限りでうまくいってる人で、ちょっとチャラくポポンとやってうまくいったなんていう話はほとんど聞いたことがないですね。泥臭いことを絶対数年やってます。ずっとやってる人もいるし、私なんて10年近くになりますけどね、起業してずっと泥臭いことばっかりやってますよ。泥臭いことばっかり、本当に。
いろんなことを試しては、うまくいかないこともあったら修正をする。基本うまくいく方向に設計はします。リサーチもする。だけどそれを実体験でやってうまくいかないことなんていっぱいありますよ。だけど別に落ち込まない。なぜならうまくいかないことが分かっただけだからです。だからどれだけ行動量を増やせるかとか、どれだけ頑張れるかを必死にやるだけなので、できない可能性をどれだけ潰せるか、しかも短期間で。だからスピードをすごく重視するし、スピードと行動、この2つがまず起点で必要で、次に継続ですね。これが両輪で回していって、ビジネスってずっと回っていく。でその起点になるのは、助けたい人がいる思いが起点、ビジネスのやっぱ起点になる感じですね。それが過去の辛かった自分でも構いません。その時にこういう人がいたらよかったのにっていう話でも構わないし、私の場合には目の前に助けて欲しがってた教室の先生がいたので、その方たちをどうにかしたいっていうのが第一の、起点と原動点になったので、私はめちゃめちゃビジネスバリバリの普通の会社勤めでやっていて、でもその先生たち救うためにはやっぱり自分が教室を運営してみないと、見えないことが多すぎるって思って、外から見ている教室の先生と自分が運営して分かることってもう雲泥の差ですからね。だから決してその得意ではない、ね、領域の食のパンですね。嫌いではなかったけれども、めちゃめちゃ好きっていうほど、サンドのご飯よりパンが好きっていう人もね、いますけれども、そこではなかったけれども、運営をするっていう意味で一番最後の食がパンの方に関わる業種だったし、スキルは営業時代にものすごく、製パン理論とか実際に自分も作ってやったりとか、あちこちに行ってっていうのも非常にやっていたので、そのスキルが生きてできるのがパン教室だったので、楽しいようにもちろんやってました。生徒さんも大好きでした。先生業っていうのを初めてやってみましたけど、ビジネスマンとして、管理職とかそういった平社員からね、どんどん上がってて、マネージャー職、部長職、管理職っていう、その上がり方をする会社人生ではない人生を初めて送ってみたっていうのが教室の先生っていう授業だったので、そういう意味では自分としてもなかなか貴重で新鮮な 機会だったかなっていうふうには感じてますけどね。コンサル業は会社の部長職に近い雰囲気なので、自分の素養にはもともと合ってるんですけど、そういう意味ではちょっと私の中でもレアな6年間っていう6年間を過ごしたのが、パン教室の先生として活動した私の時です。だからひたすら思っていたのは、パン教室の時にもその教室に来る人にどういう、問題っていうか、価値提供の方ですね、ができるのかっていうことをずっと考えてやっていました。だから先生と呼ばれることに別に喜びっていうか、そこはあんまり感じてなくて、その人たちが嬉しいことで、どういうことをしていくと人って喜んでもらえるんだろうかとか、それをいずれ私は教室の先生に伝えなくてはいけなかったので、それをこう若干引いた目で見ながら活動していたっていうのが私の動きですね。それはなぜならばビジネスの目で見ていたからということになります。ただ、さっき言ったことの中にもう一つ必要なのがですね、ビジネスって情熱がないとできないので、これもやっぱり一つ大きなあれかなと思いますね。伝えたい思いとか、それが自分が先生になりたいことっていうより、救いたい人のため、例えばパンでもお菓子でも構わないんですけれども、ちょっとね、それができたら楽しいよっていう
レベルで行くのであれば、もちろんそれは構いません。でも、その領域っていうのは、やっぱり強烈な何か思いがあるわけではないので、稼ぐっていうことから考えると、難しくなる領域には当然なっていきます。お金をしっかりいただくっていうことは、その相応の対価の価値を提供するから皆さんお金を払うわけなので、その作り込みっていうのはそうそう簡単にいくものではありません。だから地に足のついたお仕事としてちゃんとやっていきたい場合には、自分の肝と腹が据わってる必要があるっていうことと、その情熱ですよ、そこにかける情熱ですね。パン作りのパンのスキルを極める情熱ではなくて、来る生徒さんのために何ができるかっていうことを考える情熱、これがあるかないかが起点としてはまずすごく大事で、でそれを実現するためにどんなサービスを提供するべきなのかっていう考察と、実際に実践と修正、これを繰り返せる地味な活動ができるかどうか。皆さんが思ってるほどそんな簡単にポンってうまくいくものではないので、それは情熱があれば乗り越えられるんですけど、情熱がない人はやっぱりシュンって沈んでいくっていうことですね。なので、魔法がかかるかのごとく簡単にパッていくっていう、そこは幻想ですね。で、仮にパッとうまくいったとしても、それっていうのは蓄積とかがない状態でうまくいっちゃうと長続きしないんですよね。だから私が提唱しているやっぱり、月商50が皆さんが目指したいっていうので一番多い声が多いから、そこを目指すモデルを設計するし、やっぱり10年続くっていうのは本物だなというふうに感じているので、5年でもすごいんですけどね。やっぱり10年続くっていうことは、一発屋ではないモデルの組み方をもともとしないと10年は続かないし、10年続ける教室業っていうのは、教えるクライアントさんへの愛情がないと無理、愛情と情熱ですね、これないと無理だなっていうふうに感じているので、これはもちろん私の持論なんですけどね。そんなことしなくたってうまくいってる教室の先生なんていっぱいいるよっていう方は、そういうふうに提唱していて、そういう方をたくさん輩出してる方の教えを請えばいいかなっていうふうに思いますし、私は私自身がやってきて、自分がやってきて感じていることと、私が見てきたうまくいってる先生とうまくいってない先生を引いた目で分析している時に、基幹がどこにあるのかっていうことは、やっぱりそのクライアントさんですねの喜びと、問題解決、この両方を鑑みながら価値を提供してし続けているっていう先生ですね。ポイントはし続けているっていう、ここもポイントかなっていうふうに思っているので。その価値提供という観点から自分のスキルをどう変化させて提供していくかっていうことも考える必要がありますね。やりたいことだけに向かって動いている人は大概うまくいってないっていうのが私が見ていて感じることです。で、まとめますと、キラキラ企業女子とリピーターがつかない教室の先生の残念な共通点っていうのは、自分起点で物事を考えているか、お客様起点で、価値を創造できるように、ビジネスを構築しているか、この違いがやっぱり一番大きいかなというふうに考えていますので、もしも今だんだん生徒さんが減ってきている、リピーターがつかないというふうに感じている方は、特にビジネスの内容を自分の夢の方ばかり追っていないかということを一度検討していただきたいなというふうに思いまして、今日はそんなテーマでお話ししてみました。ぜひ一度ですね、ご自身のビジネスの内容、モデルを検討していただくきっかけに使っていただければと思います。それでは。